ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はペニシリンというカクテルを作ってみました。このペニシリンというカクテルは、2005年ぐらいにですね、ニューヨークでこう考案されたカクテルなので、比較的新しいカクテルですね。ペニシリンというのは抗生物質の名前ですね。ですから抗生物質の名前がついたカクテルということで非常にこうユニークだなということで考案されたニューヨークからですね、世界中にもうものすごい勢いでこう流行したカクテルの一つです。なかなかこういうこうスタンダードカクテルと世界的にこう有名になるカクテルっていうのは本当にこう少ないんですけれども、そのうちの一つだということですね。カクテルの名前が抗生物質の名前ですので、このように、注射器にウイスキーを入れてですね、カクテルを作ってみました。このカクテルのまずレシピを説明しますと、ウイスキーベースですね。スコッチウイスキーを使うことがほとんどですので、今日はジョニーウォーカーブラックを使いました。ジョニーウォーカーブラックを、50ミリ。ほど入れました。そして、レモンジュースとジンジャーハニーシロップですね。それを15ミリずつです。レモンジュースは分かると思うんですけれども、ジンジャーハニーシロップというのはね、なんか聞き慣れないかとは思うんですが、ほとんどの人がですね、自家製でこう作る人が多いですね。もし自家製で作るのが少しちょっと奥だなという方は、ジンジャーハニーっていう、蜂蜜ですね、生姜味の蜂蜜があるので、それを水で溶いていただいて、こうシロップ状にこうしていただくのが一番簡単な作り方なんじゃないかなと思っております。で、私の場合はですね、この気に入ってるですね、コーディアルジンジャーシロップというのがあるので、これに対して蜂蜜を加えるというふうな方法で作っています。で、割合はですね、これはジンジャーシロップによって違うと思うんですけれども、私はこのジンジャーシロップですね、こちらを3に対して1の蜂蜜を入れて、そしてミキサーにこうかけて完全にこう攪
管して冷蔵庫で保存するっていう風なやり方でやっております。非常にこう簡単に作れるのでジンジャーハニーシロップぜひ作ってみてください。いろいろなカクテルにも利用できると思います。そして、まあ、飲み方なんですけれども、これはですね、このウイスキーをフロートさせるという風な感じなんですが、ここに入ってるウイスキーはですね、ラフロイグ10年を今日は使いました。もうお酒に詳しい方だとお分かりになると思うんですけれども、ラフロイグ10年っていうとピート、こうスモーキーフレーバーが非常にこう強いウイスキーなので、それを上に浮かせることで非常にこう大人っぽい味にしていくっていうことですね。もちろんこれを入れないでこのまま飲んでもね結構美味しいんですけれども、味変というか途中でまあ味変をしていただいてもいいですし、あとは初めからね入れてももちろんいいと思います。一般的なこのペニシリンを作るときっていうのはこういうふうに別添えにするというよりも、もうこのラフロイグのようなスモーキーフレーバーの強いスコッチウイスキーをですね、こう上にもう振ろうとしてからお客様のところにこう出すっていうのが一般的なのですけれども、今日はまあ少しね遊び心を入れてみました。まずちょっとねそのまま飲んでみたいと思います。あー美味しい、うん、非常に美味しいですね。やっぱり生姜のこのピリピリというそのスパイシー感と蜂蜜の甘さ、そして、まあ、レモンで爽やかになってるっていうようなことなので、非常に本当にね人気のカクテルの理由がよくわかります。非常に美味しいです、このまま飲んでもね。ただこのまま飲むと少しこう爽やかなカクテルっていう感じなので、そこにですねビューッとウイスキーをフロートしていきましょう。はい、いただきます。うん、一気に大人っぽくなりましたね、これで、ね、今日ウイスキーはだいたい10ミリちょっとぐらい、まあ15ミリぐらいですね入れましたけれども、通常はもう少しこう少なくてもいい2ティースプーンというふうにだいたい表記されていることがね、レシピの表記が多いので、2ティースプーンっていうと、まあ、大体8ミリくらいかなと思いますので、今日はねこのフロートするウイスキーをちょっと贅沢に入れてるというバージョンですね。私は割とこんな感じで作ることが多いですね。やはり2ティースプーンぐらいだとこう風味は感じるんですけれども、なかなかその気づきにくいというふうな感じなので、こういうふうにこう別添えにして味をこう変えてくださいっていう場合にはですね、少しこう多めのこのスモーキーフレーバーの強いウイスキーをこう入れてこう味を劇的に変えるっていうのがね、まあ私の好みかなと思いますので、今日はこんな感じで作らせていただきました。このペニシリンというカクテルは先ほど言ったように2005年ぐらいにですねこう考えられたカクテルなので、歴史がまだまだこう浅いので、作るこうバーテンダー、作る、まあ、国ですね、地域によってもかなりレシピの幅、スタイルの幅がこうあるというふうなことなので、まあ私はこのようなこうスタイルで今日は作らせていただきました。非常にこうユニークなネーミングのカクテルですけれども、味も本当に美味しいカクテルなので、まだ飲んだことがない方はですね、ぜひバーに行って飲んでいただければなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。